習近平氏の発言に盗作の疑いがあり、中共には有能な人材がいないと激しく議論されています9月8日、習近平氏はコロナ感染病と闘う医療従事者を表彰する演説で盗作していると香港の抗議者たちが議論しています。 香港から亡命しているマルコ・リ氏は自分が著作者であると主張し中共の高が無知さを批判しました習近平氏は世の中には天から降りてくる英雄は存在せず前に踏み出すのは平凡な人しかいませんと述べましたまたコロナ感染病と闘う青年の医療従事者たちを青春の域盛んな姿は中華民族の希望であると称賛しましたこの言葉は昨年に香港で行われた逃亡 条例改正案反対運動の中、中共に対抗する抗議者たちを励まし、警察の弾圧に抵抗する学生たちを激励するため、香港中文大学や香港理工大学の建物上に書かれていた言葉です。また、多数の写真によると、この言葉はかつて香港警察に利用されたことがあり、広州省の地下鉄駅内の広告スローガンでも利用されたことがあります。 香港の政治団体、熱血市民に参加したマルコ・リ氏は、自分の Facebook のページで、世の中には天から降りてくる英雄は存在せず、前に踏み出すのは平凡な人しかいません、という言葉は自分が作り出したと声明を出しました。2015年にマルコ・リ氏は、兄の李成棋士が香港地方議会の選挙に出馬するのを支援するため、政治的なスローガンとしてこの言葉を考案しました。マルコ・リ氏は、自分の Facebook のページで、 習近平氏が彼のオリジナルの言葉を盗作したことについて、地球上で最も恥知らずで邪悪な組織は、私の故郷を壊し、香港の人々を抗菌、殺害し、私を亡命せざるを得ない状況に追い込んだ。 さらに私が香港に残したわずかな精神さえ盗作し生物兵器の被害者を騙すために利用していると強く批判しました一方横暴な態度で有名な劉行明中英中国大使がツイッターのアカウントでポルノ映像に「いいね」を押したことが注目を集めました劉行明中英中国大使のツイッターアカウントは一時的にポルノ映像に「いいね」が押されていました 大使館はツイッターに抗議ししし真面目な調査と厳しい処罰を要請しましたまた外交官の張売ウ・ウリツケン氏がツイッターのアカウントでポルノ女優を何度かフォローしたためユーザーはまた張売ウ・ウリツケンかと思ったら意外にも今回は龍行名明だったんですねと皮肉なコメントをしましたまた戦狼の中英中国大使龍行名明は張売ウ・ウリツケンと同じ間違いをした ツイッターアカウントでポルノ映像に「いいね」を押して発見されちゃったのコメントやまた「信じられない」 違うアカウントに切り替えるのを忘れたんでしょうや、いいねと押されたアカウントは中国の高官から宣伝されるなんて夢にも思わなかったでしょうなど、ユーザーから数々のコメントが寄せられました中共は最近、一部の反中国分子が、劉行明太子のツイッターアカウントに悪意を持って攻撃し、卑劣な手段を用いて民衆を欺いたとの声明を発表しました。この件についいてて側は返答していません 具体的には流行不明のツイッターアカウントはポルノサイトに「いいね」を押しましたこのサイトは10秒ほどのポルノ映像が流れていますそして9月9日の9時頃イギリス保守党の人権委員会委員である人権擁護活動家ルーク・ド・パルフォード氏がこのスクリーンショットを撮り投稿しましたその後流行不明氏のアカウントはこのサイトへの「いいね」を削除しました ポルノ関係の不祥事が重なったことで、中国外務省に対する印象は極めて悪くなりました。